フラットアクセシビリティというタイトルで発表させていただきます。よろしくお願いします。まず自己紹介になります。千石明久と申します。2018年にサイバーエージェントに入社して、iOS の開発を行ってました。で、今年の2014年の4月からフラッターでの開発を行っています。はい。今日のアジェンダになります。まあ、最初にアクセシビリティについて話して、3項目に対して、3つのアクセシビリティの項目に対して話させていただければなと思っております。まず、アクセシビリティの定義からさらっと、説明できたらなと思います。WAIC のこのホームページから持ってきたんですけど、まあ、アクセスのしやすさと定義されています。なので、ちょっとユーザビリティを少し講義の意味として、まあ、より多くのユーザーがこう使えるような、使えるようにしていくという文脈になっています。まあ、実際に去年のフラッターのカンファレンスのフラッターインタラクトでも、まあ、アクセシビリティは何かっていうとに対して、まあ、障害者を含むと、すべて、障害者を含むと、多くの人が使うことができるインターフェースと定義されています。はい。で、サイバーエージェントも、アクセシビリティには各事業と積極的に取り組んでいまして、アメーバやウィンチケットでは、まあ、ガイドラインを定めて、一定の基準のアクセシビリティをこう達成するような取り組みも行っています。はい。で、ここから少し、まあ、フラッターの話、モバイルの話をしていければなと思います。まず、まあ、モバイルアクセシビリティをどの基準とか、どういうガイドラインで参考にしていけばいいかというところですね。まあ、フラッターの場合は、特に、まあ、モバイルに対してのアプリケーションの開発になるので、モバイルだとどうしていくか。で、iOS と Android の場合。で、iOS だと、ヒューマンインターフェースガイドラインを参考にしていくことになると思います。Android だと、Android のデベロッパーのドキュメントだったり、マテリアルデザインのアクセシビリティの項目が参考になってくるんじゃないかなと思います。まあ、そこで、まあ、フラッターでツープラットフォームに向けて開発をしていたときに、まあ、どちらのアクセシビリティ項目も満たす必要が出てくると思います。例えば、こうユーザーインタラクションの項目を読んでみると、まあ、iOS と Android で、まあ、どちらもガイドラインでは少し差異があります。実際、iOS だと44ピクセルを確保しましょうと書いてあって、まあ、Android だと48×48 ピクセル確保しましょうと。で、ツールに関しても、まあ、ボイスオーバーだったり、トークバックといったように少しツールの差はあります。また、iOS の場合だと、ハプティックフィードバックだったり、まあ、Siri のショートカットを使えるようにするといいよだったり、まあ、音声入力をできるようにしましょうみたいな項目もあります。また、Android だとスイッチアクセスが利用できるかみたいな確認項目も少し差異はあります。はい。はい。っていうところに関、まず、モバイルに関してでした。なら、フラッターの、まあ、公式ではどのような定義がされているのかっていうところに関してで、まず大きく、3つに対して取り組んでいきましょうと書いてあります。まあ、ラージフォントについてですね。まあ、ユーザーが、まあ、モバイルの場合だと、フォントサイズをこう指定することができるので、フラットの場合だと、そのフォントサイズに応じて、ウィジェットが描画されるので、まあ、その大きくなった時にも、デザインが担保されるような、作りにしましょうというのがラージフォントについてです。で、次がサフィシェント、コントラストということで、十分なコントラスト比を担保しましょうというところです。で、W3C のが推奨しているコントラスト比と同じようになっていまして、まあ、小さい文字サイズだったら4.5対1で、大きい文字サイズであれば3対1以上をのコントラストをキープしましょうというふうになっています。で、まあ、スクリーンリーダーの使用をすることができて、まあ、コンテンツを適切に読み上げることができるかという項目が書いてあります。で、まあ、その他にも、アクセシビリティリリースチェックリストというものがありまして、まあ、このような1、2、3、9項目。8項目ですね。8項目が書かれていて、まあ、それぞれ詳細に説明されています。で、さっきの、タップエリア少し違うけど、どっちにしていくみたいなところに関しては、フラッパーの場合だと、まあ、公式のガイドラインに応じては、まあ、48×48 ピクセル担保できればねと書いてあるので、基本はフラッパーのアクセシビリティの、ドキュメントを参考にしていくのがいいなと思います。まあ、少しどうしても、まあ、Google が開発しているのも Google 寄りになっているところはあるのかな。まあ、あと、マテリアル
のコンポーネントが使われているので、まあ、マテリアルの基準になっているのかなと、ちょっと個人的には思っています。はい。で、あと3つなんですけど、まあ、それぞれ先ほど話したラージオンツとサフィシエントコントラスト、あとスクリーンリーダーについて、それぞれ説明できるようになっています。まず、ラージオンツについてですね。はい。まあ、フォントサイズを、まあ、OS ごとにこう、まあ、設定することができて、先ほども話したように、それに応じて、オブジェクトが描画されていきます。と、まあ、フラッタークリエイトしたときに、まあ、自動で生成される最初の、まあ、カウンターアップの場合だと、まあ、しっかりとこうサイズを変更して、運用ができていることが多くなると思います。はい。で、少し変えてみようということで、まあ、なんかデザインの仕様でちょっとよくわかんないですけど、もしかして、こう、32ピクセルで、こう、カウントのところを、なんか制約を持ってほしいみたいな、まあ、こう、なんか仕様があったときに、まあ、どうなるかということで、まあ、32ピクセルの制約を持たせると、まあ、もちろん、こう、6っていう文字が入りきらないので、こう、文字が見切れてしまうっていうようなことが発生します。はい。まあ、このように、こう、まあ、ユーザーがどうしても本当を大きくしたり、小さくすることができるので、特に、こう、高さや、こう、横幅の指定があるところでは、まあ、ビジェットの組み方を注意していくことがあるということです。はい。で、まあ、特に、こう、デザイナー、もう、こう、把握している必要があるなとすごい思います。で、まあ、デザインを組むときだったり、もちろん、こう、まあ、確認しているときに、どうするか、そこで、まあ、デザインの変更が必要になってくる箇所もあるので、まあ、デザイナーとも、まあ、ラージフォントについて、まあ、話しておくっていうのは、すごい大切かなと思っております。まあ、で、次なんですけど、まあ、もし来て、どうしても、こう、さっきのように、まあ、32ピクセルで絶対に確保してほしいみたいな、というところで、まあ、大きくなっても小さくなっても、そこはキープしてほしいみたいな、まあ、要望があったときにどうしていくかというところなんですが、まあ、テキストビジェットの中にテキストスケールファクターのプロパティがあるので、まあ、ここのテキストスケールファクターがこのテキストの倍率をこう指定することができるようになっています。で、基本ヌルなんですけど、まあ、ヌルはユーザー、まあ、OS の設定のスケールファクターが使用されます。まあ、それはメディアクエリデータのスケールファクターの値が使用されるようになっています。まあ、ここをまあ、今回、そのままデフォルトの1と表示することによって、まあ、先ほどの場合だと、正常に見切れてた6が、まあ、6だけはスケールファクターの1で描画されて、その他はユーザーが指定したスケールになるので、まあ、この6がしっかりと描画できるようになっています。はい。まあ、先ほど少しあったようなスケールファクターが出るの場合は、メディアクエリデータの、まあ、スケールファクターの、テキストスケールファクターの値が使用されると話していたので、まあ実際に、ユーザーが指定しているスケールファクターがどの値なのかっていうのは、もちろん取得することができます。はい。で、まあ他にもテキストスケールファクター以外にも、iOS の場合だと、インバートカラーだったり、ボールドテキストみたいな文字を太くしたり、まあ色を反転するような、アクセシビリティの機能もあるんで、まあそのような、設定の値も取ることができます。で、少し、ちょっとアップバー、実際にマテリアルのビジェットのアップバーの中でどう使われているかの使用例になります。と、アップバーでは、と、実際にこのテキストスケールファクターを少しコントロールしていて、まあ、テキストスケールファクターが1.34以上にならないように、とこう、設定を行っています。まあ、この場合だと、Kmax タイトル、テキストスケールファクターが1.34と指定されていて、で、ミニを取るようになっていて、ミニマムを取るようになっているので、まあ、1.34よりはこう大きくならないように指定されています。はい。なので、このような、まあ、デザイナーとコミュニケーションとって、まあ、ここは、まあ、0.9から1.1の間だったらデザインが崩れないので、0.9から1.1に指定しようみたいな、まあ、実装も行うことができます。はい。以上がラージオンティについてでした。次に、コントラストのコントラストについて話していけるかなと思います。まあ、先ほども出たんですけど、まあ、大きなフォントだったり、まあ、画像などでは、まあ、3対1の、アスペクト比をキープしましょうと。で、まあ、小さいテキストに関しては4.5対1をキープしましょうという項目になっております。で、どうチェックしていくかなんですけど、まあ、iOS だったり、Android エンジニアは、まあ、よく使うことがあると思うんですが、まあ、X コードのアクセシビリティインスペクターだったり、ユーザー補助検証ツールでこう確認することができます。まあ、実際の X コードのアクセシビリティインスペクターの使用例になりますね。
はい。まあ、このように、まあ、自動で、こう、まあ、実際のコンプラシティがどんだけで、まあ、どこがエラーしてますよ、みたいなことがすぐ見つけることができます。はい。まあ、よく、なんで、フラッターの場合ならどうしていくかってところなんですが、まあ、一つ、フラッターの場合のツールというか、こう、まあ、取れる手段として、と、フラッターのテストのパッケージの中に、Meets Guideline という、関数があります。まあ、この関数は、まあ、引数にアクセシビリティガイドラインをこう指定することができて、ウィジェットテストがそのアクセシビリティガイドラインにこう、ガイドラインを満たしているかっていうのをチェックすることができる関数になっております。で、実際にアクセシビリティガイドラインで指定することができる値が、まあ、3つあって、先ほど話したようなテキストコントラストだったり、あとはタップエリアについても、これは Android 対2つそれぞれ48ピクセルなのか44ピクセルなのかっていうのが用意されています。はい。で、実際の使用例になります。まあ、先ほど話したように、テストのパッケージの中にあるので、まあ、実際のこうフラッターのウィジェットテストで使用することができます。まあ、使い方はすごい簡単で、まあ、そのまま、ウィジェットテスターをウィジェットテスターとこうエクスペクト、することができるので、なんかいちいちこうファインドしたり、で、特定のウィジェットを指定するんじゃなく、こう、ページ丸々、ページ全体のこうガイドラインをチェックするとできるようになっています。さっきのサンプルアプリをまた少し修正してみました。まあ、適当にちょっと修正してました。全然、まあ、パッと見ても、なんか、コントラスト比が足りてなさそうかなとは思います。で、先ほどの、Meets Guideline のテストに通してみようと思います。で、実行した結果はこちらになります。まあ、このように、しっかりとこうテストで、まあ、エラーが、表示されています。まあ、先ほどのラベルの箇所においては、コントラストが4.19なので、4.5よりも大きくしてくださいだったり、まあ、0のラベルは2.72で、まあ、3よりも大きくしてくださいというようなとエラーが出ています。はい。で、まあ、先ほど見てみると、なら、ボタンもちょっと怪しいんじゃないかっていうことなんですけど、まあ、ここはテキストコンストラクトガイドラインということで、まあ、テキストウィジェットのこうコントラストのチェックのみなので、まあ、画像などのこうグラフィックに関してはチェックすることができないのは、まあ、ちょっと難点かなと思います。はい。以上が、コンプラスト値に関して、最後にスクリーンリーダーについて説明していければなと思います。まずサンプルからですね。まあ、フラッターの描画されたウィジェット、まあ、どのように読み上げられるかというと、このようになっています。はい。まあ、枠のところが、フォーカスの当たる箇所で、まあ、中に書いてあるテキストが実際に読み上げられるテキストになっています。まあ、このようにしっかりと、まあ、何の対応も入れることなく、スクリーンリーダーの対応も行うことができます。はい。で、今の、この右の画像なんですが、右の画像をどのように表示しているかというと、マテリアルアップに、ショーセマンティックスデバッカーというのがあるので、このプロパティを true に設定することで、まあ、実際にこう、セマンティック情報がどのようになっているかということをアプリ上に表示することができます。はい。で、少し、フラッターでどのようになら、こう、スクリーンリーダー、の対応がされているかというところについて少し説明できればなと思います。フラッターではウィジェット3のようにこうウィジェットが描画されていくと思うんですけど、それと一緒にこうセマンティック3というものが内部で生成されています。このセマンティック3のこのセマンティックノードの一つ一つが実際にスクリーンリーダーで読み上げられる対象となっています。で、セマンティック3についてもう少し説明すると、まあ、ウィジェット3とこう、まあ、1対1でこう生成されるかというと、まあ、そういうわけではありません。なんでそういうわけじゃないかというと、まあ、複数のウィジェットのノードがこう、一つにマージされたり、まあ、あとノードから必ずセマンティックのノードが生成されるわけではないので、まあ、1対1の関係ではないということだけは気をつけてもらえればなと思います。で、なんかこのセマンティックノードをどうこう生成し、かというと、まあ、セマンティッククラスというウィジェットがあるので、このセマンティッククラスを使用して、読み上げられるセマンティックノードを生成していきます。まあ、実際に先ほどのサンプルのコードでもあったテキストのウィジェットだったり、ボタンのウィジェットの内コードはこのようになっていて、実際にセマンティックスのウィジェットで最終的にラップされて、
スクリーンリーダーで読み上げられるような実装になっております。はい。で、セマンティックスのプロパティ少し見ていければなと思います。まあ、他にもいろいろあるんですが、まあ、重要になってくるのはこの3つかなと思います。まあ、コンテナーというのを true か false にすることによって、まあ、true にすることによって、新しいセマンティックノードを生成することになります。なら、false にしたらどうなるかというと、こう親のセマンティックノードに対してマージされるといったような動きをします。はい。で、あと、exclude semantics といって、まあ、チャイルドのセマンティックノードを除外することができるようなプロパティがあります。あと、explicit child node というところで、まあ、これ true にすることによって、親にマージされることを許可しないようにすることができます。なんで、このウィジェットと、このウィジェットをこう親のセマンティックノードと分離することができるといったようなプロパティになっています。まあ、上記のプロパティは、まあ、デフォルトでは全てフォルスになっています。はい。なので少しまたサンプル見ていければなと思います。まあ、このようなカードでラップしたビジェットがもうどのようにスクリーンリーダーで読み上げれるかということになります。まあ、この場合はカウント0と読み上げられて、その後にボタンが読み上げるタップで情報でボタンというのが付加されているのをタップボタンと読み上げます。はい。で、これがさっきのセマンティックツリーでどのようになっているかをちょっと説明したいのですが、その前にカードの中のコードを見ていければなと思います。カードの中に関しても、あ、すいません。これボタンになってますが、カードです。まあ、カードに関してもセマンティックスのウィジェットでラップされていて、まあ、コンテナーがこの場合だと true になっています。なので、新しいセマンティックツリーをカードの場合は生成されるようになっています。はい。で、またさっきのサンプルコードを見ていければなと思います。まずカードのセマンティックスのコンテナーが true だったので、一つの新しいセマンティックノードが生成されます。で、テキストに関しては、ちょっとさっきちょっと戻った後から見てほしいんですけど、コンテナが、フォルスになっているので、親のセマンティックスに対してマージされます。なので、カードの、セマンティックノードに対して、マージされるので、カードのセマンティックの情報として、カウントっていう情報とゼロっていう情報がマージされます。そして、でボタンに関しては、コンテナが true になっているので、新しいまたセマンティックノードが生成されます。なので、コンテナ0と読み上げられた後に、カードのセマンティックが読み上げられた次にボタンのセマンティックが読み上げられるので、カウント0と読み上げられて、その後にタップボタンというふうな、ように読み上げられるようになっています。はい。で、あと、セマンティックスのクラス他にもいろいろあるので、少し見ていければなと思います。まあ、マージセマンティックスというのは、さっきちょっとマージするかマージしないかみたいな話がありましたが、チャイルドのセマンティックノードをこう簡単にマージできるようなウィジェットも用意されていたり、エクスクルーセマンティックス。まあ、さっきもあったような、除外するようなウィジェットだったり、ブロックセマンティックスということで、こうスタックのウィジェットがこう積まれてたときに、こう背後のウィジェットのセマンティックスを無効にするといったようなクラス、ウィジェットもあります。あと、読み上げ順序をこう変更したいというときに使えるような、オーディナリーソートキーというのが、ソートキーというのはクラスがあって、これをセマンティックスのオーダーキーというところに、ソートキーというプロパティに対して設定することによって、セマンティックスのこう読み上げ順序をコントロールすることができるようなクラスになります。はい。まあ、必要に応じて使っていただければなと思います。はい。以上が、スクリーンリーダーについてでした。最後まとめになります。で、フラッターが提供しているウィジェットは基本こうアクセシビリティに対応しているので、まあ、少しのことをこう意識しながら実装することでアクセシビリティを向上させることができます。はい。まあ、ですが、こう制約が多いデザインを組むときだったり、まあ、画像を使用するとき、まあ、独自のウィジェットを作るときにはよりちょっと気を配って、まあ、実装しなければこうアクセシビリティをこう十分と担保することができないです。はい。最後なんですが、まあ、フラッターというのが、まあ、ワンソースで複数のアプリケーションの開発を、まあ、行うことができるので、まあ、アクセシビリティに関しても、まあ、こう、iOS、Android、どちらもこう、やっていかないとダメっていうことではなく、まあ、フラッターでこう、しっかりと対応していけば、非常にこう、対応するこう、プラットフォーム全てに対してアクセシビリティを担保することができるので、ぜひフラッター開発
においてもこうアクセシビリティについて意識しながら開発してみるのもいいんじゃないかなと思います。以上で発表を終わります。ありがとうございました。